はい、こんにちは。今日は8月10日、まだまだ暑い日が続いております。そして明日は8月11日です。11がね、つくとね、ちょっと毎月ですけれど、不安な感じになりますね。8.11、何もなければいいですけれどね。一つはね、南海トラフ注意報とか出てますよね。こういうのって初めてじゃないですかね。こんな注意報みたいのが出るのは。まあ、それに伴って、スーパーとかね、保存できる食品なんかが結構、棚から消えてるなんていう報道みたいのもね、ありまして、何も起こらなければいいですけれどね。そして、もう一つは、中東のあれ、これもね、どうなるかわかりませんけれど、話によるとね、石油をストップしようかなんていう話も出てるそうで、まあこれもこの先ちょっとね、注意深く見ていこうと思っております。8月11日を前にして、これらのね、不安要因があるっていうことはね、ちょっと不気味な感じもしますよね。特にね、南海トラフなんてね、なんか、前々からはね、起こるんじゃないかとは言われておりましたけれどね。まあ、なんか、いきなりそんな注意報みたいのが出てね、なんかあるんじゃないの?なんて、気持ちにもなってしまいますよね。それに加えて、昨日のね、神奈川でのあれもありますしね。なんかね、あるんじゃないかってね、ちょっと心配ですよね。話は変わりますけれど、昨日のね、長崎での式典、市長さんはよくやってくれたなと思いますね。いろいろな周りからのプレッシャーも跳ねのけてね、本当にすごいなと思いました。まあ、いろいろな意見はありますけれどね、排米保守の人なんかはね、結構批判しておりましたけれど、まあ、普通にまともに考えれば、まあ、当然なことだとね、僕はね、考えますね。長崎市長さん、ありがとうございます。国政にもね、こういう、当たり前のことを当たり前に行える政治家の方がいてくれればいいんですけれどね。今その、見ている限り、こういうことができる政治家の方は、ただ一人、しかいないと僕はね思っております。まあ名前はやめて言うのはやめておきましょうか。
この方がね、今そのやっていることがね、なんか友国連合っていうのをね、なんか立ち上げているそうで、これがね、真の保守の人たちの、受け皿になってもらえたらいいなと考えております。今日のね、動画は短いですけれど、明日のね、ことがね、ちょっと気になりまして、動画にしてみました。このいつも歩いている風景を見る限りでは平穏そのものなんですけれど、まあどうなることでしょうかね。とりあえず今日の動画はこれくらいで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。